悪名高き海賊たちの強奪と殺人の歴史、通称海賊史は1724年にイギリスで出版された17世紀末から18世紀初頭に活躍した海賊の伝記集。著者はキャプテンチャールズ・ジョンソンという筆名を用いているが、一般的に偽名と考えられている。多くの著名な海賊たちの生涯を伝える第一級の資料であると同時に、 海賊に対する一般的なイメージの形成に大きな影響を与えた。扱っている内容が詳細かつ正確なため、チャールズ・ジョンソン自身も海賊だったと考えられている。正体をダニエル・デフォーとする学者もいるが、結論は出ていない。他の候補としてデフォーの下で働いていた出版業者、ナサニエル・ミスと他数名が挙げられている。海賊史は、 後の海賊を扱った文学作品において一般的になった多くの要素が書かれている。海賊記にジョリー・ロジャーという名前を付けた人物としてウェールズ人のバーソロミュー・ロバーツとフランシス・スプリックスの二人が挙げられている。本書は悪名高き黒ひげやジョン・ラ・カムといった伝説的な海賊たちの具体的な生涯を伝えるほぼ唯一の書き物であり、21世紀でも 依然有名な多くの人物の伝記を記載している。一般大衆の海賊に対するイメージ形成にも非常に大きな影響を与え、ロバート・ルイス・スティーブンソンは本書をもとに宝島を書き、ジェームス・マシュー・バリーもこれを読んでピーター・パンに登場するフック船長を作り上げたと言われる。海賊誌は2巻本で出版された。第1巻は18世紀初頭の海賊を中心に扱っており、 第2巻ではそれより数十年前の海賊の偉行を記録している。第1巻ではいくつかの電気に客色が見られるものの、著者は資料をよく調べて利用している。第2巻では第1巻より客色が多く加わっており、ほぼ創作と思われている3本の電気が含まれている。海賊史家、フィリップ・ゴスは1925年に次のように述べている。ほんの少し前まで、 ジョンソンの海賊誌は、史実に空想を織り交ぜたものとして、軽く笑い飛ばすのが、習いとなっていた。しかし、忘却という名の誇りにまみれた部屋の隅から古い記録が、次々と見つけ出されるにつれ、本書の信憑性は証明されていった。創作と思われていた事件の日付と詳細が極めて、正確であることが判明したのである。A General History of the Roverse and m ーダー e r s of the Most Notorious Pirates イントロページ9ただし会話の部分についてはかなり脚色が加えられていると考えられている。第1巻で扱っている海賊はヘンリー・エブリー、エドワード・ティーチ、スティード・ボネット、ジョン・ラカム、イスラエル・ハンズ、エドワード・イングランド、チャールズ・ベイン、メアリー・リード、アン・ボニー、ハウエル・デービス、バーソロミュー・ロバーツ、トマス・アンスティス、 リチャード・オーレイジョージ・ローザー、エドワード・ロー、ジョン・エヴァンズ、ジェームズ・マーテル、フランシス・スプリグス、ジョン・スミスである。第2巻は、トマス・テュー、ウィリアム・キット、ジョン・ボーエン、ジョン・ハルゼー、トマス・ホワイト、トマス・ハワード、デイビッド・ウィリアムズ、サミュエル・バージェス、ナサニエル・ノース、クリストファー・コンデント、サミュエル・ベラミー、ウィリアム・フライを扱っている。第2巻に収められているジェームズ・ミッソン。 ルイス、コーネリアスの三人の電気は創作とされる。ありがとうございます。